ローレンス・オコイエは、イギリスの陸上競技選手、専門は、円盤投げ。NFL プレイヤー。ナイジェリア人の両親の間に、クロイドン・ロンドン特別区で生まれた。2010年の世界ジュニア、陸上競技選手権大会の円盤投げで6位に入った。2011年7月に、オストラバで行われた、U23 ヨーロッパ陸上競技選手権大会では、19歳ながら、 優勝している。このシーズンにイギリス記録となる6 7メートル6 3センチメートルを記録。これは当時の世界ランクで5位となる記録であった。2012年5月には68平方メートル4センチメートルを投げて記録を更新した。ロンドンオリンピックでは予選で6 5メートル2 8センチメートルを投げて決勝に進み、 決勝では61メートル03センチメートルで12位となった。2013年3月、NFL 入れを目指すことを表明。高校や大学でのアメリカンフットボール経験はないが、ラグビーユニオン経験のある彼には、NFL の5チームが関心を持った。2013年4月にカウボーイズスタジアムで行われたスーパーリージョナルコンバインの40ヤード走で4秒78。 立ち幅飛びで 318cm、垂直飛びで 89cm を記録、ドラフトでの指名の可能性も出てきている。NFL ドラフトでは指名されなかったものの、直後の4月27日、サンフランシスコ 49ers と契約を結んだ。ミネソタバイキングスとのプレシーズンゲームで膝を負傷した、彼は8月27日に故障者リスト入りした。 オックスフォード大学の法学部に在籍している。4歳年上の白人女性フィリッパと結婚している。2015年5月、フィリッパは投資アドバイザーとして勤めていた会社で、黒人と付き合う女は嫌いだや、結婚しても、名字を、おこいえにするななどの発言をされ、上司に訴えたところ女性別紙的な理由で不当に、解雇されたとして、訴訟を起こした。ありがとうございます。